居飛車でね、一緒取ってどっちを指せかしてきたから結構考えてます、はい、楽しみです。はい、中飛車で行きたいので。やったやったいや、やったってどういうこと。いや、中飛車とので。確か中飛車、はい、中飛車好きだから、はい、やったっていいですね。なんか、まあ、私はじゃあ最初はオスドックスで帰り道を開けて、はい、ガンガン気持ちです。後手3四歩、はい、で、5八飛車と。そういうわけじゃない。いやいやいや、なんで5八飛車とついて5八飛車としなかったら、ね、これはよほどひねくれた。まあ、ここはいろいろ作戦があるところなんですけど、まあ、今日はこの手で行ってみようかなと思います。今日は、はい、なんだろう、三人飛車かな、取れないんだよね。5四歩、これは、何でしょう、王道なこれはですね、ちょっと早くもな、むむっと感じますね。なんか、何か起こりそうだなというような感じはしますね。角道を開けるのが、普通なんですけれども、7六歩と、そうですね、普通だけど、何か狙ってちょっとでも駆け引きで一回王様上がりますね。一回、はい、先手4八玉。もうちょっと予定が狂ったんですけど。まあでも一応予定通りに行きます、まあ、はい、まあ、この辺はそんなに将棋はね、どうやっても。後手5二飛車。5二飛車です。いやいやいや、いやいやいや、なんか随分クールな言い方で。あ、